はい、こんにちは、ちんです。今日のお話はですね、チェーンメンテナンス不要説っていう動画を以前に僕アップしたんですけども、まだご視聴なられてない方は、こちらから内容を確認いただけますのでご確認ください。で、まあ、ざっくり言うと、チェーンのメンテナンスにチェーンルブが必要ないんじゃないか、あくまで、まあ、フルメッキのシールチェーンに関してなんですけど、チェーンルブが必要ないんじゃないかっていうような仮説のもとでのお話なんですけども、それを検証しようと思って、動画を出したのがおそらく今年始まってすぐなので、まあ5ヶ月経ってないのか、4ヶ月から5ヶ月弱ですかねの期間試したんですね。で、まあ、結論から言うと、僕の今のチェーンがこのようになってます。僕使ってたのはゴールドのフルメッキのイントネーションおかしかったな、ゴールドのフルメッキのシールチェーンですね、がこういう状態になりました。で、この動画はですね、チェーンメンテナンス不要説にあるチェーンルブは必要ないんじゃないかっていうものを、否定する内容でもなければ、その時に僕が使ったナスカルブっていう超極厚潤滑剤、この商品を使ったんですけど、この商品の品質に物申すっていうような内容でも全くないんですけども、この組み合わせ、フルメッキチェーンとナスカルブの組み合わせがものすごく悪かったっていう、まあ、運が悪いのか、僕の、事前のね、こう情報収集が至らなかったっていうところに尽きるんですけど、メッキチェーンに関して、チェーンルブが必要ない、これはね、まだわからないので、この後まだ僕はチェーンを変えて検証しようとは思ってるんですけど、少なくともフルメッキチェーンに、ベルハンマーとかナスカルブとか、こういう超極厚潤滑剤の類は使わない方がいいっていうお話です。で、なぜまあ僕のゴールドメッキのチェーンがこういう風になったのかっていうのをメーカー様にね、問い合わせたんですよ。で、もちろんクレーム等ではなくて、こういう使用状況の下で、こういう目的で使ったらこういう風になったんだけども、何か使い方がまずかったのかっていうようなことで質問でお伺いしたんですけども、結構きっちりとね、回答をいただきました。で、何が悪かったのかというと、このナスカルブとか、ベルハンマーのこの被膜形成の、メカニズムというか、仕組みにあったんですけども、これらのね、超極厚潤滑剤の、特徴っていうのが、一般的なそのオイル、油分ですね、油分による潤滑ではなくて、あくまでも表面の、摩擦に起こる熱による化学反応で、被膜を形成するっていうような特徴なんですね。なので、油切れを起こしても、なんならパーツクリーナーとかで表面を拭き取ったとしても、油分が全くなくなっても金属表面の潤滑に影響がないと、これがまあ製品の最大の特徴なんですけど、これがなぜそうなるのかっていうところを、分解して考えると、よくよくわかる話やったんですね。で、そこの部分の説明をいただきました。で、こうかいつまんで言うと、僕もね、電話でのやり取りなので 100% 正確にこうお伝えできるかわかんないんですけど、いわゆるこのオイルを刺して油でもって潤滑さすんではなくて、ナスカルブの仕組みっていうのはその表面に、付着して、そこで金属同士の摩擦が起こる、この時の熱でもって化学反応を起こすんですね。で、その時に金属表面が熱によって、この言葉がその専門用語として適切かは分かんないですけど、いわゆる融解、溶けたような状態になって冷えたらまた固まる、これを繰り返すみたいなんですよ。で、それによって金属表面の本当にもう目で見えないような凹凸であったりとか、摩擦の抵抗になるものっていうのが鳴らされてツルツルの状態になるみたいなんですね。まあ、それによってまあ潤滑効果が得られるっていう。ただ油切れを起こした場合、錆ができるメカニズムっていうのは金属表面の水と、酸素が、まあ、酸化するんですよね。化学反応を起こして錆になるんですけども、いわゆる、油膜で潤滑しているわけではないので、油膜がなくなると当然錆は発生するんですよ。で、問題なのは油膜がなくなっても潤滑するので油膜切れをしているかどうかがよくわからないっていうところなんですよね。で、僕、まあ、そんなにほったらかしで走ってたわけじゃないんですけども、ナスカルブ自体の粘性としては結構ね、サラサラはしてるんですよ。で、通常であればそれがすぐに落ちるっていうようなことは、ないみたいなんですけども、自転車でもね、
あの1000キロ走れば油切れを起こしますっていう風に説明されてました。でそれぐらい、油っていうのは飛びやすいので、バイクのね速度でチェーンの回転を考えれば、まあ、おそらく500キロも持たないでしょうっていうようなことを、まあ、おっしゃったんですね。でそう考えると500キロごとに、まあ、注意を繰り返してっていうことをしていればもしかしたら違ったのかもしれないんですけども、そもそもサビに関してはそれで抑えられたかもしれない。油膜を計測してつけることで、酸化を防いでサビの発生は抑えられたかもしれないんですけど、そもそもの化学反応を起こした段階で表面が融解凝固を繰り返す過程でやっぱりねメッキに変化変質作用することが、まあ、考えられますと。なのでサビを起こさないためにせっかく、まあ、メッキ加工をしているにもかかわらず、そのメッキ加工部分に何かこうダメージというのが正解なのか分かんないですけど、メッキが剥がれる、変質するっていうような化学反応を起こしてしまう可能性があるってことだったんですね。はい、というわけで、またねチェーンを交換して、この後も引き続き、チェーンループ不要説っていうのは検証していきたいなと、思っております。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。